やっほー、ポポちゃんだよ。今日はお母さんがお弁当を作ってくれたよ。これを持って友達とピクニックに行くんだ。まだかな、来ないな。おいしょおいしょおいしょっと。あらよっと、ポポちゃん、お待たせ。来たな、ウリボー。お、ポポちゃんもなかなか大きいお弁当を持ってきたね。ウリボーもお母さんが今日頑張って朝からお弁当を作ってくれたんだ。すっごい大きいお弁当だぞ。ほら、まさかのウリボーとポポちゃんのお弁当の袋がお揃いだね。ミッキーとミニーちゃん、かわいいね。それじゃあポポちゃん、早速公園へピクニックに行こうか。行こう行こう、ウリボウリボー。行こう行こう。おいしょ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 、うん、この辺はいい場所だね。ここでレジャーシートを広げようか。レジャーシートに座ると一気にピクニック感が増すね。それじゃあお弁当を食べようか。やったー、食べよう食べよう。まずはポポちゃんのお弁当から紹介するよ。お弁当箱はほら、かわいいミッキー。そしてデザートのお弁当箱もミッキーたちだよ。かわいいでしょ。お、ポポちゃん、お弁当箱もお弁当袋もミッキーなのか。なかなかセンスいいね。それじゃあお弁当箱を開けるよ。オープン。見て見て、ウリボー、おいしそうでしょ。野菜がたくさんのお弁当だよ。すごいね、野菜がいっぱいだ。ポポちゃんはベジタリアンなのか。くんくんくん、うん、いい匂いだ。ウリボーも食べたいな。ポポちゃん、ちょっとちょうだいよ。いやだよ、ウリボーにはあげないよ。いただきます。まずは人参から。あ、落ちた。人参さん、もぐ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 、うん、甘くて美味しいね。次はアスパラさん。なんだよアスパラって、変な形だな。もぐもぐもぐ、あ、落ちた。次はパプリカだよ。黄色の色がとっても綺麗だね。もぐ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 、ちょっと苦いけどこれが美味しいんだよね。次は何かな。あ、ナスだ。もぐ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 、渋いでしょ。なかなか美味しいね。続きまして、イエーイ、おにぎり。もぐ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 、ピクニックの定番といったらこれだよね。さあ次はゆで卵。半熟で美味しいな。いよいよデザートに行くよ。それではオープン。ほら、いちごとバナナが入ってるよ。お、ポポちゃん、ウリボーもイチゴが好きなんだよ。ん、バナナもいいね。くん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 、美味しそうだな。いいな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 。ウリボー顔近いけどあげないよ。イチゴいただきます。もぐもぐもぐ、うん、甘くてとっても美味しいね。次はバナナ。ポポちゃんはバナナ皮ごと行くよ。皮ごと行くなんてなかなかエキゾチックだな。フィリピンの味がして美味しいね。はあ、お腹いっぱい、ごちそうさまでした。よし、次はウリボーの番だ。どんなお弁当か、ポポちゃん気になるだろう。ねえねえ、気になるだろう。ねえ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 、それでは早速開けてみよう。大きいお弁当だよ。オープン。ほら、彩りがいいだろう。お母さんが頑張って朝から作ってくれたんだ。ポポちゃんにはあげないからな。いらないよ。まずは
黒豆から食べようか。お、黒豆じゃなくて、なんかついてるぞ。小型だろ。どれどれ食べるか。マジでいくのか。いてなんだこれ、黒豆なんだこれ。不思議な味だな。不思議な味なんだ。次はとチキチキボーンでも食べようかな。なんだか可愛らしい。チキチキボーンじゃなくて、お、ちょっと動いてるな。小鹿だぞ、ウリボー。おーし、おーおー、チキチキボーン、息がいいな。おー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 、おいしい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 、おいしいね。よし、次は人参でも食べるか。おお、この人参も動いてるな。どういう教育を受けてきたんだよ。もぐ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 、おいしいおいしい、もぐもぐもぐ、おいしいおいしい。人参もおいしいね。よし、次は伊勢海老だ。高級食材なんだぞ、ポポちゃん、これは。これはザリガニじゃないか。大きな生きがいで、いてててて、もうやめろやめろ。もぐ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 、いてててて、なんか痛かったな。次はお魚でも食べるかな。おお、これもなんか踊り食いみたいだな。お魚だけど、それ金魚だよ。いい色だ。なんかしょっぱい、しょっぱいな、これ。次は、なんだこれ。なんかよくわかんないけど、なんかバイク乗った人みたいだな。なんだこれ。まあ、とりあえず食べるか。ウリボのお母さん、なんでこんなのお弁当に入れんだよ。もぐ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 。ジョリジョリする。ジョリジョリ。なんか不思議な苦い味がするな。次は、これはグリーンピースか。ちょっと、手足が生えてるグリーンピースかな。いただきます。もぐ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 。ちょっと苦いな、これも。さあ、次はハンバーガーでも行くかな。これは鉄板だね。食べたいと思ったのは唯一これだけかな。いただきます。もぐ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 。やっぱハンバーガーは間違いないね。この味最高。ハンバーガーの次はおにぎりでも食べようかな。かわいいおにぎりだ。違う、パンダ、それ。おいし。もぐ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 。なんかもさもさするな。おいしいのかな、これは。さあ、最後は締めの丸いのでも食べるか。なにこれ。おったった。丸いのは鶏肉。また転がっちゃった。くるくる。いて。なんだこれ。丸いの食べにくいな。おいし、いただく。いて。これ何なの。箸が刺さった。めんどくせえな。もういいや。仕上げはデザート雪見大福。おいしそうだね。かわいいね。あ、うさぎだ。これかわいそうだよ。いただきます。もぐ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 。この動画ちょっとグロテスクすぎて削除されないか心配だよ。チャンネル登録よろしくね。お前のことも食べちゃうぞ。バイバーイ。バイバーイ。